はい、皆さんこんにちは、内山たかしのノックアウトチャンネルです。コージ、ドバイでのなんかまたエキシビジョン決まりましたね。すごいね、あいつ持ってますね。すごいね、今度はね、あのメイザーの一応ね、秘蔵っ子というジャハン・イングラムっていう、はい、まあプロボクサーの選手なんですけども、3戦3勝 3KO かな。そうですね、ですよね、はい、うん、まあパンチ力もあって、まだね、試合をちょっと僕その3戦しかしてないんで見たことないんですけど、スパーリングはね、この間なんかあの YouTube で上がってましたね、朝倉海選手と、ね、はい、やってて、うん、まあ、2ラウンドだけのスパーリングだったんだけども、まあでもね、あれ海が結構やられたって言ってますけど、まあそれ見た限りだとそんなに別に、もちろんね、だってボクサー相手だから逆にいいスパーできたんじゃないかなと思いましたね、あの海の方が、うん、うん、まあ結構いいパンチ打ち込まれてましたけど最後、うん、それでもまあいいスパだったなと思うんですけども、それとね、コージがちょっと試合決まった、エキシビジョンが。すごいな、あいつ。まさかのね、メイウェザーにのね、もう眼中に入ってるっていうね、なかなかやっぱな、ああいう持ってる人間なかなか見ないですね、本当に、うん、まあそんなわけでね、コージがやるわけですけども、まああいつはね、絶対倒れないと言ってますけども、3ラウンドなんで、はい、まあガード固めて、もちろんやってればそれは倒されることはないかなと思うんですけど、まあね、コージはやはり倒しに行ってもらいたいですよね。うん、ね、まあコージの動き次第じゃないですか。倒しに行けばやっぱガードの隙間もできるし、うん、隙ができてパンチをもらうってこともあるし、うん、だね、なかなかパンチを当てる方が難しいと思うんですよ。なるほど、うん、ボクシングで3戦3勝でメイザーが面倒見てるってことはやはりそれなりに強くなる選手だと思うんで、うん、まあ楽しみっちゃ楽しみだけど、ドバイでやりますからね。すごいですね。すごいね。どんどん本当にコージも口だけじゃなく、どん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 なんかスターダムに成り上がってますよね。うん。いや、まあ本当ね、まあそんな試合ですけど、まあだコージが本当に打ち行くか行かないかで内容は変わってくると思うんで、はい、うん。でもちろんね、ジャハン選手は多分メイザーから絶対倒しに行けって言われてると思うんで。倒しに来ると思うんですよ、うん、そこをコージがどうさばいて、うん、どう打ち合いになるか、うん、まあコージはね、本当これはでも倒される確率も高いと思うんですよ、うん、相手、ね、は本当に倒そうと思って来るわけだし、ボクシングですから本職の、うん、その相手でやるわけですからね。まあね、コージも本当にあんま打たれすぎてバカにならなければいいですけどね、ポンコツに、ね、なりますから、本当打たれすぎると。コージ君気をつけてね、本当に。以前、はい、ヒロキングさんとエキシビションやられたじゃないですか、コージさんは。はいはい、内山さん現場で。あ、言ってましたね、解説、はい、で、あの確かこう予想以上にコージさんのボクシングが良かった。そうですね、あれはね、本当に判定がもしあったら、まあコージがポイント取ってたかなっていう試合だったんで、ボクシング自体はね、やっぱ上手くなってますよ、うん、だいぶ。ただ今回相手がね、本当に結構なガチな相手なんで、うん、もうジジとは全然違うんで、まあね、でもコージもね、絶対倒されないってやっぱ言ってますから、本当に、ね、これにもし勝つようなことでもあれば、メイザーひょっとしたら引っ張り出したかもしれないです。思ったらすごいですよね。日本人のね、あのコージがまさか海外でバズるかもしれないっていう、ね、まあそうなってくれたらね、面白いですけど、うん、ということでね、まあその試合もね、何気にちょっと楽しみなんで、まあ見たいなと思ってます。あれいつでしたっけ、11月13 10日本時間14ですね。日本時間で14、うんうん、はい、ね、ぜひね、その試合も、はい、僕は楽しみにしていこうと思って、皆さんもぜひ見てやってください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。